2022年は東北勢初、仙台育英高校の優勝で幕を閉じた夏の甲子園。23年も全49の代表校が決定し、8月6日日曜日に開幕します。ここで今回は夏の甲子園優勝回数が多い高校はどこでしょう。データは2023年7月現在のものです。まずは8位タイから見ていきましょう。2回で13の高校が並んでいます。習志野、小倉、大体大浪商、高松商業、日大三高、作新学院、帝京高校、横浜高校、天理高校、駒大苫小牧は2004年、2005年の連覇が印象的です。東海大相模、紅葉高校、そして和歌山の桐蔭高校です。6位タイ。ここからがクイズです。夏の甲子園3回優勝、春も一度優勝しています。甲子園出場回数36回、現役プロ野球選手は9人、歴代プロ野球選手16人です。 OB は阪神にドラフト1位入団、現在同校の監督中谷仁さん、元ロッテ北隆さん、ヤクルトの大砲として期待された竹内真一さん、現役では広島林光太選手、中日岡田敏也選手、楽天西川春樹選手らです。2021年夏甲子園優勝校、今年はまさかの1回戦敗退でも話題になりました。和歌山県和歌山市にあります私立高校です。智弁和歌山高校でした。同じく夏3回春1回、甲子園出場回数75回、全国1位です。現役プロ野球選手4人、歴代は42人、主な OB は女子プロ野球にも携わった元オリックス川口智也さん、プロ野球連続試合出場記録を持つ鉄人衣笠幸男さん、広島でコーチを務める赤松正人さん、阪神で4番を打ち晩年は代打の神様とも呼ばれた檜山慎二郎さん、現役では WBC 日本代表高橋奎二投手、現在楽天の住谷銀次郎捕手などです。京都府京都市にあります私立高校、最後に優勝したのは67年前の1956年でした。答えは龍谷大平安高校でした。第5位は4回春3回、甲子園出場回数37回、現役プロ野球選手は1人ですが、歴代82人もの選手を生んでいます。主な OB は中日一筋立浪和義監督、ヤクルトの名手だった宮本慎也さん、唯一の NPB 現役選手はオリックス中川圭太選手、元広島メジャーリーガーの前田健太投手、巨人桑田真澄コーチ、清原和博さんの KK コンビが大活躍しました。大阪府富田林市にあります私立高校、最後に優勝したのは春夏連覇した1987年、2016年から休部状態にありますが、その名は今も健在です。 PL 学園でした。3位タイは夏5回の優勝、春も4回優勝しています。甲子園出場は26回、現役プロ野球選手なんと21人、歴代46人です。 OB は西武のおかわりくんこと中村武也選手、現楽天浅村英人選手、高校時代から何かと話題の巨人中田翔選手、春夏優勝時のエース、メジャーで活躍中、藤浪晋太郎選手、 FA で西武からオリックスに移籍、森友哉選手、昨年途中から投手に転向、中日根尾昂選手ら豪華メンバーです。大阪府大東市にある私立高校、今年は大阪予選決勝で敗れてしまいました。2018年夏の覇者、簡単ですね、大阪桐蔭高校でした。
夏5回、春2回の優勝。甲子園出場回数42回ですが、最後に出場を決めたのは平成13年と20年以上出場から遠ざかっています。これまで49人のプロ野球選手を生んでいますが、現役選手はいません。出身選手は初代阪神監督森重夫さん、同じく阪神早々期エース兼主砲の影浦勝さん、巨人で監督を務めた千葉茂さん、巨人の投手で複数の球団でピッチングコーチを務めた西本隆さん、近鉄の投手だった佐野茂樹さん、同じく近鉄の内野手、阪神でバッティングコーチを務める水口英二さんなどです。愛媛県松山市にあります公立高校です。最後に優勝したのは1996年。答えは松山商業でした。第2位は夏6回春1回、甲子園出場回数は45回、現役のプロ野球選手は1人、過去に32人います。出身者はミスターホークス、選手兼任監督も務め、一軍監督として歴代最多の勝ちを誇る鶴岡和人さん、元阪神の投手山本和之さん、広島一筋監督も務めた三村俊幸さん、デッドボールのアピールでおなじみ、こちらも元広島の監督達川光雄さん、同じく元広島、大砲として期待された岩本隆弘さん、唯一の現役選手はソフトバンクの主力、カープファンでも知られる柳田悠岐選手です。広島の県立高校、最後に優勝したのは88年、柳田選手が生まれた年の夏です。答えは広島商業高校でした。そして第1位は夏7回春4回の優勝、甲子園出場は60回、現役プロ野球選手10人、歴代79人です。 OB は阪急オリックス、横浜、阪神で活躍したサイドスロー1伊藤敦則さん、日本ハムファイターズ GM 稲葉敦則さん、長年楽天の正捕手、現在ヤクルトのコーチ島本博さん、決勝戦で激しい追い上げに遭い優勝インタビューで涙した現広島の堂林翔太選手、巨人坂本選手の後のレギュラーを狙う中山礼都選手、WBC 日本代表中日高橋宏斗選手らです。激戦区愛知県名古屋市にあります私立高校、最後に優勝したのは堂林選手がエースだった2009年です。中京大中京でした。最後にもう一度上位7校をおさらいしましょう。夏の甲子園で2回以上優勝している20個の高校を今回紹介しました。お気づきの方もおられると思いますが、どの高校も23年夏は甲子園出場はなりませんでした。ちなみに過去一度夏の甲子園で優勝している高校のうち、23年夏の甲子園に出場するのはこちらの3校です。昨年夏の覇者仙台育英、劇的なホームランで県大会優勝を決めた慶応、そして決勝で大阪桐蔭を破った履正社です。このうち夏2度目の優勝を飾る高校が現れるのかも注目です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではクイズテーマを募集しています。ぜひコメント欄にてリクエストしてください。高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。